皆さんどうも、こんにちは、こんばんは。ギターラインインストラクターのまるちゃんこと丸山亮です。今日はですね、アコースティックギターにおいてのフィンガーピッキング、スリーフィンガースタイルですねすいません、どうせしました。スリーフィンガースタイルについて解説していきたいと思います。カントリーだったりとか、そこら辺でよく使われるこのパターンになってくるので、ちょっと複雑そうに聞こえるんですが、実はやってみると案外簡単だったりとかもして、なおかつすごくかっこよくアコースティックギターのコードが生えてくるので、ぜひ練習してみてください。はい、そしたら簡単に基本パターンみたいなものがありますので、それを解説していきたいと思います。使うコードは G、C、D の3コードでやっていけたらいいかなと思うんですが、まず G コードからこんな感じですね。で、スリーフィンガースタイルには基本的には、親指、人差し指、中指の3つでやっていきます。フォーフィンガーで僕は結構こう、薬指も使ってやったりはするんですが、基本的にスリーフィンガーの場合は、こっちで、やっちゃった方が、いいと思います。なんかもし弾きづらいフレーズとかがあれば、フォーフィンガーでもありだとは思うんですけどね。それでですね、役割がそれぞれあります。基本的に、親指と呼ばれるものは、ベース音を弾く係です。ベース音は基本的に、6、5、4弦のとこにこうやってくるので、親指はこんな感じでですね、6、5、4弦をカバーできる形で弾いていきます。で、人差し指に関しては、4、3ぐらいですかね。4、3弦のカバーです。で、中指は1、2弦のカバーをしていくような形です。で、フレーズによってもちろん、このセットがちょっとずれたりっていうのもあるので、弾くコードによってですね、変わってきますので、そこは注意してください。で、G コードから始めていきましょう。まずはですね、親指を6弦にセットしてあげて、人差し指でですね、3弦に、指を置いてあげます。そして、こんな感じですね。6、3と弾きます。そしたら今度はですね、親指を移動して4弦を弾いて、4弦、そして2弦。こんな感じのパターンになってますね。6、3、4、2。この、ちょっと間飛ばしで、弦が上がってく感じになってます。で、からの、ここまで行ったら、6弦をもう一回弾いて、人差し指、親指で4弦。こんな感じですね。これが早くなってくると、感じがしますよね。で、この時ですね、今みたいに、こう、順番にですね、この、ここ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 って考えるのもいいんですが、このカントリーのノリを出してあげるためにですね、親指のベースラインのノリだけを意識しておくのすごく大事です。これが、こういう風に8分音符でベースがドンパン、ドンパンって動いてるっていうことを意識してあげれると、これも、ただ単に順番こうにこう弾くんじゃなくて、ドンダンダンダン、これ意識してあげるだけで結構聞いてて違いが出てくるので、少し注意してみてください。はい、すいません、先ほどですね、親指がこう8分って言ったんですが、これ四分です。すいません、四分でこうやって動いていくので、ダンドンダンドンダン、ワンツースリーフォーの形で、ぜひ弾いてみてください。そして、次ですね、Cコードになります。で、ここはさっきの基本パターンっていうものが、こう指がこう、ジグザグに動いていく感じを、踏襲して、ベース音が変わるみたいな感じになっています。こんな感じになるんですが、さっきのパターンと、親指がですね、5弦から4弦にこう移動するのと変わった形になるので、5、3、4、こんな感じになってます。そして最後 D コードですね。
この場合は、ベース音が4弦の、ルートになっています。なので、4弦にベースを置いて、人差し指、中指は1、2弦の役割的な感じです。親指は3弦と4弦を交互に。3つのコードのパターンをつなげていきます。D、O、こんな感じになります。もう一回 A 弾いてみますね。D、O、でしょうか。スリーフィンガースタイルについて今日は、説明させていただきました。他にもですね、アコギって普通にこう指弾きをするだけでなく、いろんな奏法があります。なので、それも一つとしてスリーフィンガー、スタイルを覚えておいていただけると、いろんな楽曲弾いていただけるんじゃないでしょうか。他にもですね、いろんなアコギでの奏法を知りたい方は、ぜひ、ギターラインの体験レッスンいらしていただいたら、僕がですね、こんなのもあります、あんなのもありますっていっぱいできると思いますので、ぜひ、体験レッスンのご連絡お待ちしております。それでは、また次回の動画やレッスンでお会いしましょう。まるちゃんでした。バイバイ。